やっぱり速探機は買い替えた方がいいな。東に150も、ずれてるなんてありえないだろ。で、どうじゃった？お宝の具合は見立て通りだったのか、レックス。結構頑張だったから補強の必要もそんなになかったし、手間賃を差し引いてもまあまあの儲けになるんじゃないかな。引き上げるものの構造計算には2日もかけるくせに。 損得勘定だけは早いんじゃな。うるさいな、じっちゃんは。俺は商売が得意なサルベージャーなんだよ。たくましいって褒めてくれてもいいじゃないか。うわっ、びっくりした。こいつの家だったのか。 レックス、心配ないって。今日の昼飯決まり。